まず抱え込みの時にしっかり前足に重心をかけながら体重を乗せてください。前足に。それで膝をしっかり抱え込みます。それと同時に、後ろ足を抱え込む時に、蹴り足の後ろ足を抱え込む時にはしっかり引きつけながら、そして抱え込んでください。次に、膝、前の膝頭と股関節の間のこのももの線は重心を乗せながら前に移動させます。移動させながら抱え込んで前に移動します。次に、蹴り足は二段モーションにならず、いっぺんに持っていく、そういう風な雰囲気で前に蹴ってください。次に、前足の使い方ですが、重心を乗せると同時に、前の曲げてる足を伸ばします。支え足を伸ばします。それに伴って蹴ってください。前蹴りの移動の時には、しっかりと重心を前に乗せながら移動します。できるだけ重心の位置を前に持っていってください。